皆さん、こんにちは。昭和を代表するスター俳優である石原裕次郎さん。すでにこの世を去ってかなりの年月が経ちますが、いまだに神田沙也加さんの本当の父親説がささやかれています。今回は石原裕次郎さんの子供や妻の国籍、萩原健一さんとの確執などについて紹介していきます。まずは石原裕次郎さんの子供についてです。石原裕次郎さんは松田聖子さんと不倫関係で、松田聖子さんとの子供が神田沙也加さんだという噂があります。では実際のところはどうなのでしょうか。神田沙也加さんは1986年10月1日に東京都で生まれ、彼女の両親は俳優の神田正輝さんと歌手の松田聖子さんです。ではなぜこのような噂が広まったのでしょうか。その背景には松田聖子さんと石原裕次郎さんの関係性に関するさまざまな憶測がありました。松田聖子さんは1980年代に爆発的な人気を誇った歌手で、その美貌と歌唱力で多くのファンを魅了しました。一方石原裕次郎さんは日本を代表する俳優、歌手として幅広い世代から支持されていました。二人の接点としては、1985年に石原裕次郎さんが主演を務めた映画夜霧よ今夜もありがとうで、松田聖子さんが主題歌を担当したことが挙げられます。この共演をきっかけに二人の関係性に注目が集まりました。当時石原裕次郎さんは既婚者でしたが、松田聖子さんとの間に何かあったのではないかという噂が広まったのです。松田聖子さんは当時郷ひろみさんと破局し、神田正輝さんと結婚したばかりでした。多くの男性と浮き名を流してきた松田聖子さんですから、良くも悪くも石原裕次郎さんと噂になってしまったのでしょうね。また石原裕次郎さんの奥さんは石原真紀子さん、二人はおしどり夫婦でしたが、お子さんはいませんでした。そのことから松田聖子さんは石原裕次郎さんの愛人で、カモフラージュのために神田正輝さんと結婚したと噂されました。他にも当時石原裕次郎さんは松田聖子さんとの関係を清算し、神田正輝さんに振ったという恋愛関係を作り出すため、松田聖子さんと神田正輝さんを映画で共演させ偽装結婚させたという筋書きなど恐ろい噂もありました。そんな石原裕次郎さんは豪快な夜遊びっぷりでも有名で、松田聖子さんと愛人関係を噂された時はすでにスキーの怪我による治療で男性機能がないという後遺症があったそうです。そのため子供を作ることはできず、実際に奥さんとの間にも子供はいませんでした。また神田沙也加さんと神田正輝さんは顔がとてもよく似ています。昔の神田正輝さんにうり二つなんて声もあるほどです。これらのことから神田沙也加さんは間違いなく神田正輝さんの子供でしょう。石原裕次郎さんの妻として知られる石原真紀子さんは自身の甥と養子縁組をしたという事実が明らかになり、世間の注目を集めていました。この養子縁組は石原プロモーションの解散と密接に関連しており、石原家の遺産相続や事業継承に大きな影響を与えています。石原真紀子さんは1960年に石原裕次郎さんと結婚して以来、石原プロモーションの経営に携わってきました。石原裕次郎さんが1987年に亡くなった後も、真紀子さんは石原プロの代表取締役会長として会社を運営し続けてきました。しかし2020年7月17日、石原プロモーションの閉鎖が発表されました。この日は石原裕次郎さんの命日でもあります。真紀子さんは公式サイトで2021年1月16日をもって株式会社石原プロモーションの称号を石原裕次郎の仏前に返還すると発表しました。この決定の背景には石原裕次郎さんの遺言があったことが明かされています。真紀子さんによると、石原裕次郎さんの遺言は俺が死んだら即会社を畳みなさいというものでした。しかし所属俳優やスタッフの会社に対する愛情の強さを感じたことで、その遺言を言い出せずにいたそうです。結果として石原裕次郎さんの死後33年を経て、ようやくその遺言を実行することになったのです。石原プロの閉鎖後、
牧子さんは石原裕次郎さんの遺品管理を行う新組織一般社団法人石原及び作品の版権を管理する石原音楽出版社の名誉会長に就任しました。そしてここで牧子さんは自身の甥である邦彦さんと養子縁組を行い、石原邦彦として代表に就任させたのです。この養子縁組された甥っ子石原邦彦さんについて詳しい情報が明らかになっています。邦彦さんは牧子さんの弟の息子で、以前は別の名字を使用していました。年齢はで50代の独身であることが分かっており、邦彦さんはもともと東京都世田谷区で書店を経営していたようです。2018年には突如として石原プロの関連会社石原音楽出版の代表に就任しました。これは養子縁組の準備段階だったと考えられます。興味深いのは、牧子さんが2017年に成城の自宅敷地内に別邸を新築し、養子縁組した息子とその両親を住まわせているという点です。邦彦さんは牧子さんの身の回りの世話や法人の業務を行いながら、今でも世田谷区内の書店に立つことがあるそうです。近所の住人からは、邦彦さんは控えめで真面目と評されており、石原軍団の関係者からは邦ちゃんと呼ばれて可愛がられていたとのことです。人柄が良く人望もあることがうかがえます。この養子縁組の背景には、石原家の遺産相続に関する慎重な準備があったと考えられます。先ほども触れましたが、石原裕次郎さんと牧子さんの間には子供がいませんでした。そのため法定相続上では牧子さんが4分の3、石原裕次郎さんの兄である石原慎太郎さんが4分の1を相続することになります。しかし牧子さんは石原裕次郎さんが亡くなった後、相続で苦労した経験があるそうです。そのため今回の養子縁組は石原裕次郎さんの遺産を確実に受け継ぐための準備だったと推測されています。実際石原プロ解散後も石原裕次郎さんの遺産は相当な額に上ると言われています。数億円のベンツや成城の豪邸など、その価値は計り知れません。これらの遺産を適切に管理し、石原家の名を守っていくために信頼できる後継者が必要だったのでしょう。養子縁組の正確な時期は明らかにされていませんが、2018年頃から準備が進められていたと考えられます。当初は養子縁組の事実も限られた関係者にしか知らされていませんでした。牧子さんが養子縁組を決意した理由について本人から直接語られたことはありません。しかし90代を迎えようとする彼女にとって、石原家の後を託すべき適任者を選ぶことは重要な課題だったはずです。邦彦さんは牧子さんの血縁者であり、かつ長年にわたって彼女の身近で支えてきた人物です。また書店経営の経験や石原音楽出版の代表としての実績もあります。これらの要素が牧子さんの信頼を得る上で重要だったのでしょう。石原プロモーションの解散と養子縁組は、石原裕次郎さんの意思を尊重しつつ、同時に石原家の遺産と名声を守るための慎重な判断だったと言えるでしょう。そんな石原牧子さんの国籍について、さまざまな噂や憶測が飛び交っています。実際のところはどうなのでしょうか。石原牧子さんは1933年7月23日に東京都目黒区で生まれました。この事実だけでも彼女が日本国籍を持っていることを強く示唆しています。日本で生まれ育ち、日本の芸能界で活躍してきた牧子さんですが、なぜ国籍に関する噂が出回っているのでしょうか。その理由の一つとして、彼女の旧姓である新井が挙げられます。新井という姓は在日韓国人の方々にも見られることがあり、これが韓国人説のきっかけになったと考えられます。しかし姓だけで国籍や民族的背景を判断することは適切ではありません。日本には様々な由来を持つ姓があり、新井も純粋な日本の姓として存在しています。牧子さんは芸能界デビュー当初、北原美恵という芸名で女優として活動していました。この芸名も日本的であり、彼女の日本人としてのアイデンティティを反映していると言えるでしょう。
彼女は1950年代に日本映画界で注目を集め、狂った果実などの作品に出演しました。当時の日本映画界は外国人俳優の起用にはかなり慎重だったことを考えると、彼女が日本国籍を持っていたことはほぼ間違いないと言えます。1960年に石原裕次郎さんと結婚した後は石原真希子として知られるようになりました。石原裕次郎さんは日本を代表する俳優、歌手であり、当時の日本社会において非常に影響力のある存在でした。もし真希子さんが外国籍だったとすれば、そのことは大きな話題になっていたはずです。しかし、そのような記録は残っていません。また、真希子さんは日本のテレビドラマや映画にも出演しており、2004年にはテレビ朝日の弟という作品に出演しています。日本のメディアに継続的に登場し、日本語で活動を続けていることも、彼女が日本国籍を持っていることを裏付ける要素と言えるでしょう。真希子さんの著書、豊さん、抱きしめたいや、死を見るとき豊さんが書き残したものも、彼女が日本語で執筆し、日本の出版社から刊行されています。そんな真希子さんという妻を持つ、石原裕次郎さんは萩原健一さんと長年にわたり、さまざまな噂や憶測が飛び交ってきました。石原裕次郎さんと萩原健一さんが共演したのは、1972年から1986年まで14年間にわたって放送された人気刑事ドラマ「太陽に吠えろ」でした。このドラマは警視庁7局警察署捜査1係の活躍を描いたもので、石原裕次郎さんは東堂係長役、萩原健一さんは若手刑事の早見敦、通称マカロニ役を演じました。ドラマが始まった当初、萩原健一さんはまだ21歳の新人俳優でした。初々しさの残る彼の演技は視聴者の心をつかみ、瞬く間に人気者となりました。一方、石原裕次郎さんはすでに大スターとしての地位を確立しており、このドラマへの出演も当初は13本限定の予定でした。しかし予想を超える人気を博し、結果的に14年間もの長期にわたって主演を務めることになりました。二人の確執の噂が広まり始めたのはドラマの放送中のことでした。その背景には二人の俳優としてのスタイルの違いや世代間のギャップがあったと言われています。石原裕次郎さんは映画スターとしての輝かしいキャリアを持ち、伝統的な演技スタイルを貫いていました。一方、萩原健一さんは新しい世代を代表する俳優として自身のスタイルを貫こうとしていました。また萩原健一さんは役作りに対して非常にこだわりを持っていたと言われており、彼は俺はその役者じゃないんだから誰かに化けるということはできない、俺自身で使ってくれと主張し、監督やプロデューサーとの話し合いを重ねていたそうです。この姿勢は若手俳優としての情熱と自信の表れでもありましたが、時には周囲との軋轢を生む原因にもなったようです。一方、石原裕次郎さんはドラマの撮影現場では最後に来て最初に帰るという態度をとっていたと言われています。これは大スターとしての特権を行使していたとも取れますが、同時に他の出演者たちとの距離を生む要因にもなっていたかもしれません。また二人の確執が最も顕著になったのは、萩原健一さんが生放送の番組で石原裕次郎さんの悪口を言ったとされる出来事でした。この放送は生放送でなかったのが幸いでしたが、後日放送された番組を見たら、彼の話している場面はほとんどカットされていたといいます。しかしこの確執の真相についてはさまざまな見方があります。石原裕次郎さんの妻も真希子さんが語ったところによると、二人の関係は世間で噂されているほど悪くはなかったそうです。むしろ石原裕次郎さんは萩原健一さんの才能を高く評価していたとも言われています。また太陽に吠えろの現場では萩原健一さんの演技力が他の共演者たちから高く評価されていたという証言もあります。特にジュリー沢田研二さんが出演した回での萩原健一さんの演技は共演者たちを驚かせるほどの迫力があったそうです。これらのことから確執の噂は
2人の俳優としての個性の強さや世代間のギャップから生まれたものかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回は石原裕次郎さんの子供や妻の国籍、萩原健一さんとの確執などについて紹介していきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。